戦い抜こう。困窮する者たちを少しでも救うために。主義法、戦場を照らす炎とならん。よし、うまくいったか。ユグ諸君、このまま世界に愛と義を刻み込む斬新斬魔の気概を持って。我が名は陸白玄、参ります。これで大丈夫ね。守るべき人のため戦わせても。この喜び、雲上を歩む。堅実に戦う。そして、よし、上守備よ。孫中坊、参るぞ。よし、会心の結果だ。馬毛期の戦、見るがいい。成功したか。手間の分の密航の戦、俺の好きに。やうまくいったみたい。軍神の娘、菅銀平、力いっぱい頑張る。妙か、本弁シラマンダヤソワか。剣心に加護。何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、蜀の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため、反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。援軍とはありがたいね。おう、早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。あ、はい、すみません。ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。直政、じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち、気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まれる。今から雪村を失うわけにはいかない。今日残念。何を考えているかわからないこと。信長は強い力を持ち、忠実な部下にいるが、あの調子じゃ信奉者以外についてはいけない。対抗勢力が現れた以上、ここにいるのは危険かな。宿敵
共に闘争の美酒に弱め虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。聞くしかないか。しかし核の目論み通りよ。五速茶の強さはあなた譲りですね。やはりそっちから来るか。副兵部隊出番だ。親方様の読み通りだな。みんな眼前の敵を打ち破り突破せよ。けどこっちも引くわけにはいかないのよ。我らにて無双の勇を示すか。まだ遊んでやる。心配ありません。うそ、こんなに強いなんて。伏兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの才と結束侮りがなし。これ将来的に勝ち目がありそうなのは。伏兵もやっつけた。じゃあ超攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につく。角殿、これはどういうことです。悪いね光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角殿、ご覚悟。角の野郎、裏切りやがったか。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。もし倒して、蹴鞠かの。マロも行くの。押し通る。敵将討ち取った。平八これに。俺はかぶん。こっちに来た以上、あんたらの金精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。信長様に挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信試させてもらいます。この裏切り、神君劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。民の兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なんせこの世界でもあんたは相変わらずだ。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。おお、その力で世に正しきをなせよ。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいんだ。それはまさに太平の世です。別の世界にも家康様と似たような方がいらっしゃったんですね。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ヤマサ、水産
申し訳ございません。ナオマサ前さあ、異世界の地獄一緒に楽しみましょう。それが叶う相手じゃねえか。マイ、マイ、敵将討ち取った。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だろ。一体どこに行ったんだろうね。信長。マイ。マイ。急ぎ雪村を救わねば。信長様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。直政、生産。雪村、感服いたします。あなたこそ天下無双の強者です。敵将討ち取った。渡せ。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。平八、これにあり。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ指輪を取り戻しに来た。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。あの者、世の事情を知るか。いつか吐かせてみせようぞ。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事、お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。
乱世は打算で渡るもの。姉上より法あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと御前、そして景勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。仲間が増え、ここも随分賑わってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。真田こそ天下無双。成功したか真田の戦、ご覧に入れる。我こそが天下無双の。うまくいったか。我が信念を炎となし、真田幸村参る。にゃはん、我こそは正義が勝つのだ。敵さんにはかわいそうだけど、お仕事パパッと片付けちゃ。これぞ天下無双の。うん、いい感じじゃね。風林火山の兵法享受戦なんてな。うまくいったもんだ。無理無駄のない勝利を目指す。これが結構難しい。信玄殿、あんた孫子がお好きなんだってね。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとく。で、知りがたきこと陰のごとく、動くこと雷神のごとしと続くわけだ。孫子の軍曹編だね。どうじゃろう、増えない軍略家同士、兵法について語り合わんかね。申し訳ないが、俺にとって兵法とは実践するものでね。兵は差を持って立ち、理を持って動き、文豪を持って変をなすものなりってあるだろう。千変万化する兵法を語るなんて意味がない。ただそうだな、ウロの争いで実戦とあらば、ぜひご一緒したいね。なるほど、
囲碁で兵法を論ずるかね。いいよ、ならば早速参ろうか。雪村はこの異世界でもその槍で運命を切り開こうと突き進んでいる。家も土地もしがらみを守る必要もないこの地で、己が心のままただひたすらに戦っている。それに引き換え兄という生き物は到底弟にはかなわないものらしい。いや、むしろ逆ではないのか。我が兄孫策は秘策で人を引きつける。行動力、決断力に富み、勇猛果敢。弟の私などの及ぶところではない。兄にかなう弟などいない。私はずっとそう思って生きてきたが兄と弟でこうも意見が違うものか。ああ、私にはない視点が新鮮だ。これからも兄の立場からいろいろ教えてくれないか、信行。わかった、こちらこそよろしく頼む。弟の心境を知る良い機会になりそうだ。孫中坊、この天下を新たなものとせん。戦おう、苦しむ民を救うため。汝を守護せん。さて、行くかね。陸白猿、全力で戦いましょう。陸白猿、全力で戦いましょう。私こそ真の三国無双ですね。私こそ真の三国無双ですね。反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、
そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がねば景勝様たちが危うい。御前、景勝様、しばしお待ちを。この金継ぎが直ちにお救いいたします。平八、これにあり。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。お任せ。行きます。敵将で私が討ち取られるなんて。平八、これにあり。残骸は無数の敵か。これでどうです。我が槍で押し通るのみ。あっぱれ。水産お任せを。平八、これにあり。とせいせいやはせいせいやどうりゃ。海王が槍にかけ来たれ水流。はっせいやこれ以上は行かせん。邪魔をするな。御前と景勝様は私の手でお救いする。兼津、雪村、救援だ。私が討ち取りました。来てくれたようです、景勝。あと少し耐え抜きましょう。敵人からも気合を感じる。ただの賊ではないようだな。敵将の上、私が討ち取りました。これで勝ったと思うなよ。それにあり。城に向かう不義の輩は打ち払った。直江兼次、今こそお二人の身元へ参る。直政、お任せを。君を感謝します。さあ共に敵を押し返しましょう。兼津、あなたの義と愛、この異界でも変わらぬようですね。敵将、御前、取りました。お褒めに預かり光栄です。景勝がまだ戦っています。さあ救援に向かいますよ。その勇気、綾の心にも響きましたよ。ありがたい。行きます。ここは通さぬ。はい、道を開けよ。恩ある景勝様を失うことはできぬ。平八、これにあり。窮地は脱しました。次はこちらがお返しをする番。勝負の棋風示さん。お任せを。平八、これにあり。数では勝っていたが詰めが甘かったか。拙者自ら当たるのみ。
本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。我が名は徐光明、湧いて願おう。あの白頭巾、そして高潔な空気、あ、まるで可愛い剣心のよう。我が部まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐光殿、あとは俺たちに任せてくれ。太子寺殿、すまぬ、頼んだぞ。徐光殿を追い詰めたとは、敵軍の勢い侮れんな。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。ナオマサ、生産！お待たせ、大使人、この世界。決勝！よし、私が話をしてみよう。金継ぐ、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。武義の輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ、影君。はっ、あっぱれ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ、城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。行きます。押しつけてあげましょう。行きます。頼もしき同志を得て私は幸せだ。敵の城攻めはまだ続く。油断できぬ。我が前に立つと愚かな。我が部に挑め。これでどうです。行きます。さらば。行きます。相手が悪すぎたから。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。平八、これに雪村、感服いたします。よく来てくれた、雪村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。雪村、そのまま前線で城の防衛を頼む。承知しました。あの程度の数で城は守れまい。さっさと制圧するぞ。邪魔はさせん。もう遅れは取らぬ。孫悟の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るわけには。大使人、無事で何よりだった。再び孫悟に、いや、私の力になってくれぬか。孫権殿、申し訳ない。ここで下っては俺の真理が。異界であってもお前は変わらぬな。わかった。全力で来るがいい。平八、これにやり。平八、これにやり。お前は我が子とさせてもらう。行きます。私が討ち取りました。策の練り直しだ。行きましょう。しお任せ。お見事でした、孫権殿。
孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。献身公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐行殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。よいのだ太子、それに徐行、お前たちさえよければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、よいのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしき者の父、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。世に愛を。うむ、真偽は違えぬ。いざ戦場へ。徐行名、ひたすら武の道を極めん。それにしても、信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。もう直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何より今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。修繕、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。
我こそ天成功したか。影勝の部天下に示さん。綾の慈しみこそこれも愛ゆえですね。では戦場に愛を刻みに参りましょう。俺こそが真の三、うん、上出来だな。この戦に我が武運をかける。拙者こそ真の、うまくいったようでござる。上孔明の武、とくとご覧あれ。反乱軍の迅速な救援により綾御前と上杉景勝は救われた。だが彼らに安堵の表情はない。自軍と織田軍との圧倒的な戦力差を見せつけられたからである。織田軍を止めるには信長の力の解明が必要。そう判断した反乱軍は織田の同盟相手の切り崩しを図る。第一目標は核の助言により今川義元に決まった。反乱軍は早速今川攻略に乗り出す。今川領には義元と同じく信長と手を結んでいる袁紹と董卓がいた。個性の強い君主が一堂に会した戦場に波乱の予感が漂う。敵には袁紹、それに董卓もいるみたいだな。こちらの動きをして守りを固めたのか。まった、言っとくが俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う、その程度読まれていてもおかしくはないね。むしろ思い通りにことが運んでよかった。いや、なんでも。さて、三人にはそれぞれ頼みがある。まず、直政殿は義元殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠？修繕殿は袁紹殿になるべく近づいてもらいたい。ただし、手出しは無用に願う。直虎殿は、ひとまず俺の近くにいてもらおうか。はい、よろしくお願いします。ん？待ってくれ、指示はそれだけなのか。あとは状況を見て、おいおいさよ。今は信じて任せてもらえるとありがたいんだがね。わかりました。直政殿。各殿の考えは読めませんが、俺たちに他の手があるわけでもありません。何より名士の劉備殿が各殿を信じています。ここは策に従い戦うのが最善かと。話が早くて助かるよ。それではおのる方、よろしく頼む。吉本殿、袁紹殿、董卓殿、三人の将はがっちり領状しろ。やはり正攻法では崩せそうにないね。みんな手はず通りに頼む。邪魔はさせん。吉本公と蹴鞠をせよか。各殿の心つかみかみ。しかし古の名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。海王が槍にかけ炎章に近づく。だが手出しはするに。
全然燃えない作戦だいたい角殿の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切られる番。行きますよ烈光総連山。いかがですか。戦の要は軍師の格差、それに主膳さんと直政ですね。その通り、一人でも欠けたら策はならない。邪魔はさせん。全軍頑張って護衛してくれ。参る。はっ。我が部に挑め。新入りの手並み拝見させてもらおう。主膳だろう。策に不満があるようですね。が槍にかけ来たれ。足並みを揃えてくれると良いのですが。行軍は順調。あとは吉本公をどう蹴鞠に誘うかだ。よくやったな。その調子だ。行きます。行きます。行きます。敵将が叶う相手じゃねえか。言いたい。ここで待機。吉本公蹴鞠ましょう。行きます。ノー、本当に蹴鞠相手が現れたの。しかも誘ってくれたの。嬉しすぎるの。吉本殿への工作ご苦労様。さあさあ、お次は印象殿の方を頼む。行きます。直政前水産はっ。たどうやら作戦は順調なようだ。ほんじゃ俺はこの辺で失礼するよ。はっ。前カクさん、どこへ行っちゃったんですか。せよ、お任せ。どうしよう。行きますよ。私一人になっちゃった。いかがですか。秀夫副兵、城に近づく者は全て打ち果たせ。平八これにあり。はめられたか。角殿はこんなこと一言も。副兵とはやるの。炎章は冥族の中の冥族なのだ。無双の部を示せ。敵将、我が面で共に勝利を止める。だが冥族たる私が活躍すればするほど当宅が笑うことになる。ひらかな思いを。行きます。熱い救援感謝するぞ。しかし角殿はこの伏兵を知っていたのか。平八これにあり。山田生産担当しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。お任せを。この縁の本性だ。信長や董卓と組むなど、まるで本意ではないが、名族の誇りにかけ、ここを死守。こら、ひげを引っ張ってない。行きます。ほむ、名族はひげも志も立派なのじゃ。わらわも名族に手を貸そうぞ。よし、炎章の砦に到着したさ。ここで待っていればいいんだ。行きます。なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。行きます。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。行きます。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。開門せい。急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。行きます。よし、門は開いたね。計画通りだ。行きますよ。烈光総連山敵将、私が討ち取りました。これは離関係じゃねえ。
いいもの見せてもらったよ。今こそ打ち入る。行きます。 A8 これにやり、 A8 これにやり。城内は大混乱なのじゃ。どうする、名族。ヒゲを引っ張るなというに、こうなったら打って出るまで。体勢は決しました。吉本公、どうか降伏を。直政、現世の裏、いかがでございますか。今川に虐げられた、いけない。大王が槍にかけ、来たれ水流。吉本公、黙ら、覚えておれ。いつか必ず打ち滅ぼしてくれるわ。逃げられたよ。ここで捕らえておきたかったが、このような恥辱を受けようとは。東徳や信長に手を貸したがために。行くぞ。少しは遠慮しろよ。俺の活躍が目立たないじゃないか。直政、マイさん、お前こそ真の三国武装だ。城の守備があっけなく崩壊した。角殿の読みが的中したということか。マイ、シャクさん、援軍を連れてきてくれたんですね。いきなりいなくなったので、私その敵に寝返った、そう思ったのかな。なお虎殿は顔が赤くなるから上がりませんか。一緒にな。はいよ。敵将討ち取った。乱人天の宿。そんな、恥ずかしいです。手間に見誘っておいて叩くなんてひどいの。先ほどの姿は幻か。修繕殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。角殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でしたよ。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠に誘っておいて騙したのかの。嬉しかったのにひどいの。吉本殿、俺たちと一緒に来てくれれば直政殿がいくらでも蹴鞠の相手をしよう。悪いようにはしない。どうかね。な嬉しいの。誰も一緒に蹴鞠をしてくれなくて寂しかったの。マロは皆と一緒に行くの。それと炎章殿、名族の意向を保ちたいなら俺はこっちにつくことを勧めるね。信長は強引で多くの者の反発を買ってる。対して劉備殿のもとに集う将は皆一枚岩だ。このまま行けばいずれ互角に戦えるだろう。それなら名を汚さぬ方につくのが得策だと思うがね。確かに信長のやり方には私も思うところがある。よかろう。これよりはこの炎本所が反乱軍に力を貸してやろうではないか。ハム、ならばわらわも名族についていくぞ。なら俺もジョーちゃんについてくぜ。正直力でねじ伏せる信長のやり方は気に食わなかったんでね。すごい、角殿の策でこんなに味方が増えるなんて。
今なら信長にも対抗できるんじゃないか。腕輪の妙な力がある限り難しいだろうな。信長が持ってるやつの他にもあるらしいが、それを探し出せば、あるいは。それってこれでしょうか。さっき拾ったんですけど。それはまさしく信長が持っていたあの腕輪ではないか。どれ見せてみるがよい。何も起こらぬ。力の片鱗も感じられないね。偶然似てるだけの偽物か。それとも他に条件でもあるのか。雅に参るの。我が名は炎本性。世界は不思議で美しいのじゃ。最下孫一、華麗に決めるぜ。これは執着。最善の結果だな。面白そう。で、あなたご推薦の相棒って誰なの？あら、漁師さんじゃない。で、覚えてないか。お久しぶりに初めまして。また一緒に遊びましょう。信長はまこと無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか、あの妙な力は何なのか。私の問いかけに対しても笑うばかりで一切答えぬ。ただ奴は氏康の忍びに腕輪を探させて